お前ならば問題はないだろう。引き受けろよ。今何と言った？どうも、エルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。さて、もう大変すぎて敵が強すぎてね。で、結構溜まったんで罠の解除で細工しつけて、やだん、収集やな。ね、ここ2つを次上げる感じでいこうか。多分ね、能力系、まあ、高速リロード欲しいけどね。で、こっち側だね、向かうべきは。さあ、70切ったね。ちょっと回復もしっかりとって、いや、ただのアイテムやった。さあ、高い塔のふもとへ行こうか。いい肉だ。あとは、うん、何もなし。キャンプ場ではないんだね。ちょっと、これ何の目？バンテージがあるの？でも上っぽい感じだよね、なんかね。じゃあ話して進めますか。野営地は片付いたようだな。よし、鉄の広場へ向かう。奴らはあの高い壁に守られている。登らねばならぬのだろうが、見つかれば攻撃されるな。いい考えがある。敵の基地には弱点が、私が侵入しそこをついてやる。うまくいけば壁に穴を開けられる。義勇団全員が通れるくらいのやつだ。いい考えだな。俺が一緒に行くならね。団長としては二人の血気盛んな狩人の存在は非常に喜ばしいことだな。よし、バール、アーロイと行き彼女を支えろ。だが用心しろよ。ああ、団長、もちろん。さあ行け、合図を待っているぞ。さて行きますか。絶対バール死ぬよね。ずっと一人で来てたのにいきなり二人になるって。考えがあるんだったよな。ここまでついてきてそれでもなお疑ってるのか。いや、でもどうして弱点があるってわかるんだよ。辛抱しろ、バール、すぐにわかるはず。さてよ。あ、いるね、あそこね。うじゃうじゃいるじゃん。
右のは任せる。え、右のは任せるって？私？ステルス、いった。ステルスかと思ったらステルスじゃないのね。あれ？そっちか。二人いる。お前は左をやれ。その前に。上がり方を知りたいわけですよ。あ、取れたー。問題はこう行きたかったわけね。あ、これは登れるんだ。ほら、あの建物が見えるか。おい、コラプターがいるぞ。集中しろ、バール。あの建物はブレイズだらけだ。備蓄すべて入ってる。起爆させれば爆発でコラプターも破壊できて壁も崩壊するはず。そこからみんなが突撃できるってわけか。でもここじゃ届かない。もっと近づかないと。私が行ってみる。お前は戻って計画をソナに伝えて、広場のあっち側にみんなを。じゃあ待っとるよ。壁が崩れた時は俺が最初に穴を通る。あとはちゃんと成功させるだけ。こっそりと動けばバレないはずだ。こっそりね。とりあえず降りてって感じだね。その道だろうな、行くならね。
息をゆっくり。あいつどこ向かってんの？いや降りてくるよね、そりゃね。それきつくないか。急いでブレイズのとこに行かないと。結局か。正義の一撃を食らえ。ここからなら矢が届くはず。一巻の終わりだな。これ当たってなかったの？めちゃくちゃ追われてはいますがね。避けんのか。痛い、ハメハメはやめろ。あーもうやめやめ、マジで壁ハメとかやめないって。あーだよねー。そこ、ウォッチャーだ。目標を確認中。またこっちか。
当たらないね。シビアー、あ、これやばい、そろそろ爆発が、あ、味方さん、ねえ、外したー、結局削り倒すか。またちょっと任せよ、回収したい。ほんとあれだね、マガツキ普通に出てくるね。まあ任せよ。これで落ち着いたかな。かわいそうだよね。かわいそうだよね。女神よ、我らの勝利を見よ。流血は流血を呼ぶ、仲間の敵は撃ったぞ。我らの願いは今聞き届けられた。いいか、忘れるでないぞ。さあ退却する準備を始めろ。遺体に刺さった槍と矢には決して触れるのではないぞ。この地のようにもう汚れている。終わりだ、これでもう殺せないな。オーリンを探し出して情報を聞き出さないと。襲撃者のこと、それに奴らのフォーカスのこと。あ、そうだね、まだあのフォーカス持ってる奴らに会ってないのか。まあでもな、オーリンに対してハゲって思いっきり悪口言うからな。そうなるとメインは太陽の街になるんだ。あー、武器カバンは、うん、じゃあ飛びましょう。まあでも右側はこれでほとんど OK だもんね。新しいクエストとか出てんだ。こうやって見ると何が何か分かんないよね。そしたらここか。でもね、こっちだもんね。太陽の砦だもんね。さあ、アイテム回収してとりあえず次の場所行こうか。
れはサイドかな。バラーン隊長、最近メリディアンに行ったと衛兵から聞いた。道中のことを教えてくれ。最悪だ。機械は増え続け、あっちには汚れもあるという話だ。封じるのは無理だな。カイドウならば安全だろう。だがお前であれば恐れる必要などないだろう。いい腕だ。もしよければだが、頼みを聞いてはくれないか。助けてもらった直後でずうずうしいのは分かってる。だが戻ったら何でも答えてやる。王国について教えてやるぞ。何やと頼み。マガツキが出たと聞いて東に偵察隊を送り出した。恐れた通りの結果で門を封じたんだ。だが封鎖した時に何人かが置き去りに。ウォリッド、話してやれ。ノラ族の廃村周辺で機械に襲われました。ラキアが撤退しろと言い、みんなを見失ったんです。ノラの女性は初めてか。敬意を払え、彼女に報告しろ。ラキアが報告しろってうるさいから俺は戻ったんだ。置いてくるなんて最悪の気分だよ。門も開いたことだし、追跡しようと思ってる。へえ、なぜ私に。失踪者探しに兵は避けないのか。ウォリットはどうだ。ノラ族はまだカージャの部隊を見慣れていない。偵察隊を聖地に近づけるのはあまりに危険だ。できればそうはしたくない。お前ならば問題はないだろう。引き受けろよ。今何と言った。いえ、何も。引き受けろよって、すげえ、あいつ嫌いだな。失踪者は何とか探してみよう。感謝するよ。ウォリットほどではないが。おい、聞こえたか。お役ごめんだ。お役ごめん。あいつ首かな。兄さんの当番。安息の地を超えた世界。王林を探し出して情報を聞き出さないと。襲撃者のこと、それに奴らのフォーカスのこと、私に似た女性のことも。なぜ私を狙う。王林はメリディアにいる。捕らえれば口を割る。死んだ人たちの償いをさせるんだ。ああ、そうだね、表情が。あ、といっても、もう PS4 ではあるから、まあ結構いいよね。しかめっ面もするし。まあでもやってて、そうだね、これ数年前のゲームだけど、それでも全然。最近のオープンワールドに負けない感じではあるね、火力がね。なんだあれ、トランプラー。うーわ、まためんどくさそうなのが。これは大変だね。おお、そういう感じ。無理。ああ。
一生それ。ダメージはさ、なかなかきつくない。使うのこいつら。いや違う、お前か。情報がいい、情報が多すぎる。よし、いや、痛い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 。痛い痛い。いや地獄、マジで地獄。それが無理。上がる。なんで俺ずっとフレーム回避でやらないといけないの。これあれだ、属性でもう弱らせないとダメージ通らないんだ。なるほど。
意味が分かった。あの野郎、そうだね、属性でどうにかして弱らせてっていう感じか。はあ、まあでも無事、いや倒したけどって感じだよね。これはあれだ、次回サブクエとかしてレベル上げしてちょっと改良しないとむずいわ。あとはそうだね、1対1だったらやれることは何かとあるけど、よし取った。あの集団戦は考えもんやね。ないか。いやいや、お疲れ様ですよマジで。あんな攻めてくることあるってレベルだったもんな。この辺り、あ、やっぱ花あれだね、下だったね。この花の模様不思議だな。よし、とりあえず、あの、解放のやつだけやって、てか、そこまでやろうか。あれね。あとね、魚がいるらしいんだけど。何あれ？スナップも。てか、レベル20だもんね。の信号。ワニじゃんあれ。
やっぱそうだね、弱点ついてその一気に弱らせるんだ。このブレイズを弱点で爆発させるんだね。あーやっと分かった、戦い方そういうことか。私ここに来てやっと分かったわ。やっぱそうだそうだ。よし、客数トールネックの頭まで登ろう。さあトールネックのところまで行こう。でっけえ、ないからずウォッチャーがいる。外しちゃった。まで行くしかないよね。ちょっと七面鳥いるんで回収して。で問題はどうやってあの上に行くかだよね。嫌だな、行ったところであいついんのか。あーそっちもいるじゃん。だよね、やっぱ中央行かないとダメだよね。お、そっち。いきなり来るの？やばいやばいやばい。あーそのあー画面はめはやめてくれマジで。あートールネック行こう。よしいいぞ。トールネックに飛び移れる。生きるそれ。いや、いけないよね。いや、でもね、避けてて正解。え
はあ。普通に大変。トールネックさん、お待ちを。あや、遠いな。あそこにめんどくさそうなのいるね。ほい、よし。よし、あとは頭に登るだけ。ほい。さすがにこの時攻撃されないとは思うのよ。そう思いたいわけっすよ。よし、さあ解放完了。んで、あ、めっちゃ晴れるなやっぱ。あ、こっち側もなんだ。まあでもちょっとこの辺りにキャンプ場ないかな。あれは魚じゃないか？魚だね。骨、よし。さあ、ちょっとセーブポイント探そう。まあでもファストトラベルで戻って整えるのもありだな。あ、そうしよっか。あー、一応トールネックもファストトラベル対象なのか。あーで、お魚がね、魚がさ、意外とその容量作成で、あ、全部もういいか。こうやって骨使うのよね。キツネの骨がいるのか。オッケー。あー、薬ポーチ先に増やすべきだったかな。あ、足が棒だ。あとはあの属性爆弾、あれちょっと見よっか。何人入れれば気が済むんだ。この人か。これだよね、シャドウスリング。
ね、属性が打てるっていうのと、罠ね、罠引っ掛けるの大変なんだよな。結晶の網目欲しいね。ちょっと待った。収集じゃなくて、ああソウトゥースか。ソウトゥースだね。ちょっとソウトゥース狩りも本格的にしないといけないね。はい、ということで、今回ここまでとなります。まあ、11話完了ですね。欲しいものが見つからない。いやー、結構楽にいけるのかなと思ってたけどさ、さっきみたいなもう雑魚じゃない敵がボロッカス出てくるよね。いやー、あれは辛い。いやー、でも面白いんだけどさ、やりごたえがあるからいいんだけど、まあね、さっき出てきた魚もゲットしないといけないし、ちょっとここら辺また頑張ってやろっかな。か、あと、まあ、次回か。次回はちょっと探索メインにしようかな。メインストーリーありなんだけど、さすがに、サブクエストを置いてきぼりにしすぎて、レベルがね、多分もうちょっと上がるのと、いい素材があるんじゃないかと思うわけよ。なんでね、ちょっとそこら辺、いろいろやってみようかなと思います。ということで、ここにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。